おはようございます。では冒頭の発言をさせていただきます。1点目、昨日非常災害対策本部におきまして、生活なりわい再建に向けた対策パッケージ、これが決定をされました。本日予備費の使用が閣議決定されたわけであります。そのうち農林水産関係の第一弾の予備費は122億円ということになっております。意見交換等を行ってまいりました。それらのニーズご要望にお答えできる内容になっていると思っております。例えばですね、デコポンなど熊本では大変な有料費が有名な品種でありますけれども、大規模な会社を行う場合は10アール当たり最大208万円の支援を行うことといたしております。昨年のリンゴの会食新和以下などをやった場合にですね、150万でありましたけれども、これは内代が非常に高いという事情も考えましてですね、208万まで金額を積み上げさせていただきました。決して不公平感のあるものではないというふうに考えております。また昨日総理から被災地の生活再建となりわいの再建に向けた対策パッケージも直ちに実行するようにご指示をいただきました。昨日のうちに農林水産省の対策本部、皆様方にもご出席いただきましたが、開催いたしまして、昨年令和2年7月豪雨災害による農林水産関係被害への対策を取りまとめまして、ホームページに公表しておりますのでご覧いただきたいと思います。今後は現場主義に立って、そしてですね、これから被災地の皆様方に我々は寄り添っていかなければならないわけでありますから、その寄り添うべき人間がですね、コロナに罹患し現場を離脱すると、前線に立てないということは大変なご迷惑をかけますので、より職員一同に対しましてもですね、感染防止自分を律することを昨日は徹底をさせていただいたところでおります。そしてまたですね、なかなか説明会等を地方で開くことが難しい状況にございます。昨年と違ってですね、ですから専門家チームをですね、各種の専門家チームを編成いたしまして、土砂の撤去、ハウスの再建などそれぞれのステージに応じたですね、サポートを行っていく予定にいたしております。次に GoTo イートのキャンペーン開始の時期でありますけれども、消費期限につきましてはですね、8月の下旬から早いところは始められるのではないかということを21日に申し上げましたけれども、その後日々状況は変わり、地方でもですね、感染が広がっているような状況もございますので、地方と対話を重ねておりますが、この開始の時期についてもですね、地方のご判断も私は尊重されるべきだと思っておりますので、発月下旬が9月になるか、もう少し後ろになるか、時期的なものはですね、若干流動的になったということを申し上げたいと思います。3点目申し上げます。本日ですね、農林水産省のウェブサイトにお子様向けのですね、夏のウェブ講座、夏まふり2020、これをオープンいたします。各省ではですね、毎年夏休みに子どもたちに霞が関を見学してもらうというですね、子ども霞が関見学デー、これを開催しておりましたけれども、今年はできないということでありますので、省のウェブサイトにですね、子どもたちがクイズ、それからゲーム、これも楽しみながらですね、食とか農林水産業について学んだり、夏休みの自由研究の題材として使ったりできる22のコンテンツを用意いたしました。ぜひ、お子さんたちもですね、またご家族の方々にもご覧をいただきまして、日本の食、それから農林水産業への関心を深めていただき、ご理解いただきたいと思いますので、ぜひご利用をいただきたいなと思っております。私からの冒頭はこの3点でございます。幹事社の日本農業新聞松本です。よろしくお願いいたします。2点伺います。1点目、7月号の農林水産関係の対策についてです。農水省としてどの部分に重点を置くか、改めてですけれども、大臣のお考えをお聞かせください。重点はですね、さまざま業態によって違いますので、一概にここが重点ということは言いづらい部分でございますが、とにかく迷いながらですね、現場に行かせていただきました。そうしましたら、やめようと思っていたけども、大臣がそこまで言うならもう一回頑張りたいと思うというお言葉をいただいた場所もありましたので、まず国がしっかり農林水産業の重要性を認識してですね、再建に向けて、そして時期策に向けてですね、しっかりもう一度立ち上がれるだけの支援策を取りまとめているんだということをお示ししたいと思っています。それは金額どうのこうのということももちろん重要視される部分ではありますけれども、それ以上にですね、その我々が国としてですね、被災された農業者、漁業者、林業者の方々に寄り添っていると
ということで、気持ちが折れないようにすることが一番大切だと思っています。人間は心で生きていると思っておりますので、心の支えになるようなですね、しっかりとした支援をすることに重点を置きたいと考えております。ありがとうございます。もう一点、JA グループの全組合員調査について、総合事業ですとか準組合員制度について、9割が必要だと回答しました。準組合員の事業利用規制のあり方について、改正農協法の5年後検討条項がある中、どのように受け止めていらっしゃるかお聞かせください。はい、昨日公表されましたですね、調査についてはですね、見させていただきました。組合員としっかり対話をするんだという姿勢のもとにですね、行われたものだというふうに聞いております。大変良いことだと思っています。で、これまで準組合についていろいろ利用規制についてご議論もありましたけれども、一昨年組合員の判断に基づいてですね、これを行われるべきだという決議もなされですね、これは与党においてですけれども、その時は私も与党におりましたので、今後その申し入れが行われて、今受け止める立場になっておりますけれども、これを受け止めた上でですね、今後しっかりと検討を進めてまいりたいというふうに考えております。ありがとうございます。各社お願いします。どうぞ。NHK の岡谷です。よろしくお願いします。飲食店の感染防止対策についてなんですけれども、全国的に休業であったり、営業時間の短縮の要請が出ている中で、各店舗の方で感染防止対策の徹底が重要かと思うんですけれども、農水省として、業界団体だったりとか各地の政局などと連携して今後さらに立ち入りだったりとか対策を進めていくような考えがございますか。はい、5月の14日にですね、外食業の需要継続のためのガイドライン、これをお示しをさせていただいてですね、かなり の外食の方々が懸命な感染防止対策を取っていただけていると思っています。しかし中にはですね、不十分なところがあるというご指摘があるのも他方事実だろうと思っておりますので、昨日より地方農政局の職員がですね、直接飲食店を訪問しまして、ガイドラインをもう一度ご説明するなり周知するなりの努力をした上でですね、対応を確認する作業を行っているところであります。これによってですね、地域の状況がそれぞれ違うと思いますけれども、なかなか東京から他県へ行くことはできませんので、農政局単位でですね、これを今やる努力を昨日から始めたところでございます。どうぞ。北海道新聞の長谷川と申します。これサンマ漁に関してなんですけども、北太平洋航海でのサンマ貿易網漁がですね、今年は操業することなく漁期を終えました。航海でのサンマ漁に関しては、禁止されたロシアの200海里内のサケマス流し網漁の代替としての役割もあるということなんですけども、このサンマ漁がですね、来年以降も操業が難しくなっているという状況もあると思いますが、これに対して、農林水産省としてですね、どのような対応をするお考えなのかお聞かせください。率直に申しましてですね、大変苦慮いたしております。調査をいたしましたけれども、6000円になって近くの値段で売られてしまうようなとんでもない不良、昨年についてですね、そしてそのロシア側との交渉もですね、価格の面で全く折り合うことができず、漁師の方々も出漁しないというご判断をされている。いよいよ漁期ということでありますけれども、なかなかサケマスから始まってですね、サンマもやられて、でそれでこれでサケマスから今度はサンマもないってことになるとですね、常識的に考えれば他魚種への漁法の転換ということをですね、水産庁としては応援させていただきたいと思っておりますが、現実的にあの海域でじゃあ他の魚種への転換がスムーズに進むのか、船の大きさの問題もありますし、そしてそれで採算ベースに乗るのか、それは浜との対話も大切になってきますので、この調査についてはですね、なかなか今回コロナのこともあってですね、昨年と比べると若干その海域が狭い、調査が行われたことは記者さんもご存知だと思います。もう少し広げてですね、調査をするように私の方から指示をいたしました。ですからできる限りの調査をした上でですね、漁師の方々にはその情報をお渡しして対応したいと思っておりますが、
長期的な展望としてですね、このサンマ漁、これあの昔はニシンも来てた時代もあったわけで、航海でも外国船も魚も取れてないというような状況であればですね、これは日本の問題だけということではなくて地球環境全体の問題、海水温全体の問題ということであるとですね、これはなかなか厳しいなというのが正直なところで、あの大変申し訳ないんですけど、まあ大臣としてこうすべきだ、こういう支援策が具体的にある、もちろんですね、積み立てプラスとかですね、その他の融資制度とかそういったものはフル活用していただいて、経営の支援はすることはこれ当たり前の話ではありますけれども、それに加えて何ができるのかと問われるとですね、まあ、正直昨日も水産庁長官とだいぶ話をしましたけども、これはもっと深く考察する必要があるなというのが正直なところでございます。はい、あの産経新聞の森田と申します。一点お願いします。あの野菜の価格についてお尋ねしたいんですけれども、あの最近その日照不足とかの長雨の影響でですね、あの野菜価格が全般的に値上がりしているというふうに言われていますが、あの一昨日農水省で発表されたあの食品価格動向調査というのもですね、あの平年比であの8品目中7品目上がっていたということで、あの最近の野菜の値上がりについての大臣の受け止めをお聞かせいただけますでしょうか。あの大変ですね、コロナの影響があって、売り先に困っている農家もおられる中でですね、価格が高騰すると消費者の方々は農家の所得が増えたではないかというふうにお感じになる方も多いと思いますけれども、決してそうではなくて、価格×量ですから、量が減ればですね、価格が 50%60% 倍になったって農家の所得が上がってないですから、生産者の方も消費者の方も誰もハッピーではないというのがこの価格の高騰だというふうに受け止めております。ですからようやくですね、関東も梅雨の明けが近づいてまいりましたので、まあ、8月の後半までにはですね、まあ、あの落ち着いてくるとは思いますが、これもあの思うというだけのことであって、また台風のシーズンもまたやってまいりますので、ですからもうとにかく生育状態、それは価格動向、それについては正確な情報をですね、我々としては把握することをまず第一にやるべきであってですね、生産者のところでさまざまなその具体的な支援等がもし必要であればですね、もちろん躊躇なく行いますけれども、まあ、生育ある程度進んだところの段階ではなかなかそれも難しい部分もありますので、よく状況について情報収集に努めてまいりたいと思っております。